い、ということでね、みとこさん3部でした。はい。あれ？あんなにスタートした？あれ、下じゃないの？わかんないよ。ちょっと、ハザードタイプ。あれ、あ、これ。実際の標識や交通規則に従って運転してください。日本海テレビさん、この先しばらく道なりです、ね、はい、綺麗なお姉さんがいましたね。目的地の到着予想時刻までの天気は曇り、現在鳥取県に狙い12号が発表されています。しかも上がってますね。小説装置ありって書いてあったのか。俺さ、うん、今雪がさ幽霊の霊に見えてさ、小霊装置ありってどういうことと思って今幽霊の霊に見えてどんな、と思ってゴーストバスターズみたいな鳥居の下をくぐってきましたね。人物集合だな、まさしく。あ、そっか、お寺だもん、うん、ね。だから狛犬向いたんだね。あ、そうだね、そういえばそうだよ。気がつかなかった。温泉どうする？温泉もいいよ、そんな近くないよ。
たいけど寒いし。そうだね。風邪ひいちゃったら。またの機会。2017年何月期の仕事の旅って題して売ってるけど、旅らしい動画をようやく仕事の旅ってつけてる、いいんだけど、それでもやっぱりちょっと観光要素が欲しいでね。そうだね。あ、昨日通ってきた犬バサミって話してたじゃん。さっきなんか書いてた時だけどね、犬バサミ。犬バサミって道の駅もあるんだね。あ、そうなの。犬バサミってなんでそんな地名なんだろう。犬食べてた。意外とそういうのもあるのかな。あと道の駅ですね。三笹は楽市だ。ここは切符があることは確実。県境ですね。鳥取と岡山。ちなみに今からその通るであろう。横左か。道の駅過ぎた後の話なんだけど、その人形峠とは1955年に発見された日本初のウラン鉱山。ウランだ。ウランってなんだっけ、あのウランってあれ、あのあれね。あとなんだ。バカでなければ。ウランってだから悪い物質だよね、とね。はい。なんだっけウランって。バカじゃなきゃわかるよ。バカですね。はい、戦争中の。言ったら原子爆弾とかね。そうそうそう。そういうのに使うやつですね。そういう。はい。バカなんてわかるからですね。日本初のウラン鉱山があったんです。現在は閉山。なんか今動物いたよね。猫いた。峠の名前は、旅人を襲う化け物退治に小鳥として人形を使ったことに由来。だから人形。ちなみにその人形峠のそばには日本原子力開発機構が運営、スペースガードセンター併設。ここらあった。ウランが取れる。天然由来シェイプ。今ここらあったよ。もう驚かないよ。全国的にメジャーなコンビニだと思ってる可能性がある。我々があの、ね、ホットスパとかココストアが全国チェーンだと思ってたっていう同じような話で。今マウント大戦って書いてありますよね。たまにあのバカがあのミスター大戦
爪痕がちらほら見えますね。どうしてもね、こう、ね、東日本大震災とか熊本の震災と比べるとインパクトが、まあ、まあ、薄い感はあるけども、やっぱり被害はあるんですね。こうやって見てるとあれだよね、屋根こういう風にやってるところは多いけど、なんかちょっと崩れちゃった、そういう感じには見えないよね。そこまでの、なさそうな。幸いな。行くとこ行けばちょっとなんかあるのかもしれないけど。回答850年、およそ300m 先、三笠町役場前の左方向です。やっぱり狐が敵になるの知らないよ。宮島にいて、まもなく三笠町役場前の左方向です。宮島のサービス
左方向です。キツネ宮島？言ったじゃん、宮島泊まった時にキツネいたよって。ああ、そのキツネか、本物のキツネのことだね。何のキツネだと思った？キツネうどんだったのでも思ったけど。およそ300メートル先、右方向です。まもなく右方向です。その先、左方向です。右方向です。気がしたんだよ。雪解け水が落ちる。でも昨日こっちもちょっと降ったのかな。降ったのかな。この先しばらく道なりです。
ですなぁ。はい、ということでね、はい、道の駅みささ楽一楽座でございます。そうかな、あ、もうね、駐車場が、あれ、いいじゃん、原価出すの遅いんだよ、あなたね。こっち止めるところが、ここまで減速されたらきっとどっかに乗るんだろうなってみんな分かっちゃうよ。はい、到着です。はい、なんかつまみるようなものがあるか、諸葛亭無線で斜めだけど、まあ、大丈夫かな。いつもじゃんよ。だってさ、隣の人も斜めだからと思って合わせたら